大丈夫椅子椅子ひでえなこれ、うん、まあまあこんなことぐらいは想定内なんで、まあ別にやり方が汚いとか成功法で来いとか言うこともないです。ただまあまあきっかけはどうあれこのベルトに興味を持ってくれたこと、そして僕は2月の防衛戦以来何のアピールも誰もなかったんでね、逆に嬉しいですよ、はい、汚いことをやろうが何であれそれはもう想定内、ただ興味を持ってくれたってこと、はい、そしてこのベルトを挑戦させろって言うんだったら、はあ、喜んでその受けますよ、はい、はあ、まあ今日は相手のスタイルを合わせましたけどタイトルマッチはそうはいかないので、まあ、チャンピオンとしてレスリングで迎え撃つだけです。まあ、とりあえずあれな、あいつにまあ挑戦の企画があるか、俺はちょっと疑問に思うが、まあな、チャンピオンが受けて立つって言うなら、まあそれなりの気持ちで来いと。俺はそれ見たい、はい、まあホールですよ、ホールで楽しみにしてください。 5.2 手を貸す野郎、再三にわたって参戦してきたこのフリーダムズやけどな、この俺にも何か戦う意がなかったらやりがいないからよ。俺は傭兵でなく志願兵だ貸す野郎。このリングを面白くするためにな、常々、ね、考えてはいるんやけど、今日でようやく巡りってきたね、カス野郎。おい、進むが、この俺に対して熱くなる。いいよ、そういうの、カス野郎。もっともっとリング上を熱くしていこうぜ。おい、ということでな、今日は決まったやろ、カス野郎。お客さんが喜んでくれたように、5月の2日、後楽園ホールで、おい、あいつの持ってる UWA、ジュニアヘビー級のベルトにこの俺が挑戦じゃ勝つやろ。よおい、ダブのな世界ヘビー級は取れへんかったけども、おい、この俺が熱くなってるこの時期にこのタイトルマッチを組めば、おい、取れるんちゃうかな勝つやろ。ああ、ブラザー、まあ余裕で取るんちゃう。今日見た限り進むのいいとこは顔とテーマ曲だけだ。楽しくなってきたからよ、こっからやカス野郎。俺が取ったら、おい、何回でも遊びに来れるからよ、東京にも。そうだな、地方にも行けるからよ。そうだよ、俺たちプロレスリングノマドだからよ。ベルト取っちまえば呼ばざるを得ないからな。俺も言ったことあるんじゃないか、ここにはいろんなベルトがあるんじゃないか。全然ねえな、そういう話がよ。おい、そろそろそういう話があってもいいんじゃないか。もっといいとこ行っちゃうよ。以上だよ、チェックするかってやるわ。ああ、確かにアンチェイン、葛西潤だけ、それは俺たちはミスかもしれない。ただな、ああ、それだけじゃないことはもう、ああ、俺は分かってるよ。でもな、身をもって証明されたよ、藤田実という男に。ああ、血出してあんなに笑顔になれるバカいねえだろ。本物の気違いだ。藤田さんはな、俺のプロレス界のプロレスの師匠なんだ。俺に一番初めロックアップ教えてくれたのは藤田実なんだ。もうそれも海援隊道場のプエルトリコの話でも、それから月日経ってもこうやってデスマッチで会えるってのは不思議なもんで、まあ、あの人とは何回も試合してるけど、もう永遠に終わることのない戦いだ俺の中では。ああ、それはもうフリーダムスは対アンチェインとかもうそういう問題じゃない。俺と藤田さんの人生かけた勝負だから、ああ、それもっと見せてやるよ。 あとはもうお前が打った喧嘩だお前。この前後楽園ホールでも負けて、今日も負けたよ。でもな、俺はそれなりに覚悟を持ってこのフリーダムス乗り込んだんだよ。デスマッチも始めたんだよ。あいつらの首な、全員一人ずつぶん乗るまで追い詰めてやるからな。
おい、後楽園ホール楽しみにしてろよ。おい、以上だ。パワーアップした三次元サポートコンビ。パワーアップしすぎてちょっと血出すぎでしょ。いやいや、待ちすぎたからね。血も待ってたらきっと。まさら見たか、これがフリーダムズのデスマッチファイターだから。さあ、大丈夫？撤回してもいいよ、あれだったら。ね、こっちだって待ってんだから、デスマッチやりたくてうずうずして、うずうずして待ってたら、もう血もうずうずしてられなくなったみたいに。まあ、とりあえず5月2日、後楽園でもう一回やったろうかな。もっと血流さなあかんで。痛い、やめて。これやめろってことだ。あ、そうです、あれ、そうですね。俺、靴の紐取れたこと一回もないんだよ。そうそうそう、初めて取れたよ。お母さんは俺に、これはやめろって暗示なんだね、これ。あー、そうそう。ないもん、俺。びっくりしたよ。俺、試合中見たら、紐取れてるからさ。ゲーン、いや気をつけろって言ってね。そう。逆。何分やった？20分ちょいじゃん。やったな。はい、自分経過続き30分やんじゃねえかという感じですけど、もう本当だ、はい、本当は、いや本当は、ガンさん10年前は40分やって今日は60分来るはずだと思ったんですけど、10年前にここでお前40分引き分けだったら、はい、今日20分、はい、やっぱそれは10年っていうさ、そうなんすかね、歳月でさ、俺50だよお前。それはさ、それはやっぱりさ、10年前はまだガンさん40ですか。そうだよ、お前今40今年44ですよ。だろ、はい、俺お前の4歳前に俺辞めたわけよ、ね、バカだろ。いやでもそんだけの歳月がさあってさ、はい、お前がもう俺越してるわけだよな、はい、一回も俺取られたことなかったけど、あ、そうだ、最後の最後だお前。そうだ、6回目の、いや俺もさ、俺なりにやっと俺なりに頑張ってさ、なもうお前に勝って勝ち逃げしてやめようと思ってたけど、やっぱ無理だったな。すいませんでした。ありがとう。すいません。いや、本当お前こういうレスリングやるやつってあんまりいないから、ね、はい、そういうのお前ちゃんと伝えていく必要があるよ、はい、ダメズの若手ももちろんのことね、他のインディーの子にも、まあ、そういうお前のレスリング伝えていかないです、まあ、試合でも練習でもさ、メジャーでもインディーでもガンさんは屈指のレスリングの使い方ですよ、本当に。だからガンさん引退試合はまた藤原さんですよね。藤原さんはね、まあ、最後はほら、最後は俺本当レスリングして終わりないからね、はい、お前と藤波さんと最後できてよかった。はい、ありがとうございます。いや本当にこれ引退のさ直前にすんげえハードな試合数俺こなしてきたけど、あ、そうっす。いやでも一回引退したままだったら俺のミスターガンの好きのさプロレス人生でもう FMW のミスターガンの好きで終わってたと思うんだけど、そうですよね。まあ俺の最後の10年間って本当ガッツワールドでさ、ガッツワールドともに俺やってきて、ガッツワールドともに歩んで、この10年間で本当やりたいレスリング、まあ、キシンドなりさガッツワードで俺はできたと思うから、まあ、ミスターガンの助の最終章は本当にガッツワードね、ガッツ島のおかげと言ってもいいよな、過言でもないし、まあお前らインディの選手がこんなジジイを相手にしてくれてさ、まあ、キシンドに出てくれて、うん、まあ、こうやって最後いいレスリングができて、幸せなレスリング生活27年目、ね、全うして終われそうだ。本当ありがとう。俺はこれからお母さんのレスリングにさらに磨きをかけますよ。当たり前じゃないですか。まあ、ガンさんの後継者は俺ですよ、本当に。あれですけど、ゲンダラはちょっと練習とかうるさいからね。若手からちょっとね、
恐れられるというか煙たがられてるかもしれないけど、そういうやつがいないとダメだからプロレスされてる。そんなやつが今いなくなってるから、はい、お前貴重な存在だと思う。ありがとうございます。本当に頑張って期待してます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、最後の勝ち方見たか。あれで、刺激ある勝ち方か。俺っちが刺激のある戦いができるって言える勝ち方か。まだまだだ、バカ野郎。役者が違うんだ、役者が正岡。俺、俺っちと復帰が組んで、バサバサとやるって。なんか決まってたけど、いいよ、正岡、それだけ言うなら、入ってこい。そうじゃないと気が済まねえ。まだまだ格の違いってもんをよ、あいつに分からしてやる。体で分からしてやる。それからだ、刺激を与えるとかなんとか言うわ。本気でさせてみろ。葛西人は葛西人だよ。いいこと言ってるよ。俺はよ、ビオレットジャック、やっぱりよ、何年か前も一対一でやったけど、今日も久々にやってみてよ、刺激の塊だな、おい、めちゃくちゃ楽しいぜ。おい、こんな楽しい試合だったら、おかわり何遍でも、おかわり何遍でもくれ。そのおかわりが次の後楽園ホールで、豪邸に後楽園、大日本のデスマッチ予備、2日後3日後に迫ってる。関係ねえから、俺はよ、いつどうなってもいいと思ってるから、あつい考えねえデスマッチでよ、あのビオレントジャックの世界最高峰の、トップの世界最前線のデスマッチを見せてやるから、その上で俺がフリーダムスのチャンピオンにもなって、この日本のデスマッチから俺が引っ張ったってやるから、取った暁にはキングオブデスマッチ、これを掲げてやってやる。いいね。とりあえずよ、形式とか決まってないけど、とんでもねえや、形式とかベルトとか云々の問題だ。ビオレントジャックとならすげえ試合できると思うから、期待しておいてよ。オッケー、ジャック、とりあえず幸先いいスタートだよ。俺とジャックのタッグ、この二人が組んだらよ、デスマッチだろうが、ストロングだろうが、誰にも負けねえっつったろ。なあ、葛西人、武田バスシーン勝ったんだよ。こういうのもあるか。おい、今度はジャックは、はい、武田ぶっ倒して、俺は葛西人からガッチリ蜜取って、俺らが最強だってことを、ダムズのメンバーだけじゃねえ、プロレス界に分からしてやるよ。おいおいおい、武田、Ya sé, ya sé lo que vas a decir. Oh, no te entiendo, no te entiendo. Me vale madres. Sale, no me importa lo que tú entiendas, lo que la gente entienda. Lo único que a mí me importa es que tú, el próximo 5 de mayo, no es cierto, el próximo 2 de mayo, con el belto de Oregakatsu. Oye, Takeda, omae, respecto a Wakaranai, Wakaranai, demo.Solo me falta un cabrón aquí en Japón y ya no tengo nada más que comprobar. Junto con este güey, nosotros vamos a salir vencedores. Y ya, no me importa nada. Sí, 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 sí. Ore wa Bakagaijin, ore wa Kichigaijin, ore wa... No me importa. Oye, ore wa Freedom no champion da. Koko wa ore no ring da. Ore wa Ichiban. Sekai de Ichiban no deathmatch fighter.だろう、よ、正岡と一番タッグ。楽しみにしてろ。な、これからだ。